田村まさか賞 at FM アバシリ。さて火曜日10時になりましたよ。 田村まさか賞アット FM あばしり、今週もお付き合いくださいね、1時間頑張ります。暖かくなってたんですね、なんか本当にね、なんかもう、なんだろうね、朝起きたらストーブ、まあタイマーつけないだけまだいいマシなんですけどね、朝起きたらストーブつけてしまうんだよね。もういらないのにね、まあ、すぐ消すことになるんですけどもね、まあね、本当、慣れてしまってっていうのはね、そのまま夏終わっちまうんじゃないかっていう気もしますね。さて、いつもやってる網走構想のね、音響関係がね、やっとなんか納得できるようになりましたよ。ね、まあ そんな予想は、まあ、これは昨日の、録音なんだけど、まあ、それがちゃんとそれが伝わることはないんだけども、まあ、どんな様子で、やってるかみたいなこともね、ちょっとまあ話しながら、今日はやってみようかなと思います。さあ、今日も1時間、田村まさか賞お付き合いくださいねということでね、さて、ねメッセージなんかいただいてますね。なんか ありがとうございますね。田村まさか賞、田村まさか様、田村さんこんにちは。先週京都カルテットという4人組ユニットのコンサートに行ってきました。田村さんがいつも演奏されている命の歌や糸など私たちに耳なじみある曲からクラシックまで幅広いジャンルの曲が聞けて楽しい時間でした。こうして少しずつコンサートやイベントを再開され、賑やかな、日常に戻りつつあるのは嬉しいですね。今日も田村さんの推しの楽器からおすすめの一曲お願いします。ラジオネームいつもの恋するミニトマトアットはがき職人さん、いやありがとうございますね。本当に忙しい中メッセージいただきまして、ね、本当に、コンサートもコンサートっていうことじゃないんだけども、まあイベントもね、徐々に、久しぶりにやった感じ。12日の日曜日にね、紋別、文化連盟って各ほら町にあるけどもね、紋別の文化連盟本当に元気いいよね。まあ、まあそこでまあ随分世話になってるんだけども、新しい事務所に入ったよとね、いうことで、そのなんだそれのお披露目にちょうどまたね、事務所のまあ事務所がほらそのビルの門番のような位置にあってね、そこのロビーがね、ちょっとした、まあ、ミニコンサートができるようなちょうどいい場所があったんだね。まあ、そこで、まあ、ちょっと、ちっちゃいのやってくれませんかちょっと、あ、いえいえ、お安いご用で、ね、ね、やってきました。たくさん来てくれましたよ本当にね。席は20席ぐらい用意したんだけど、おそらくあれ30人以上来てるなあれね。ありがたいですよね。まあそれなりにまあ告知もしたんでしょうけどね、よかったです。アルバムもたくさん買っていただきました。ありがとうございますね。それで19日は今度クンネップでね、朝、自然の あれ場所なんだったかなね、まあ公園があるんですよ。展望台があってね、展望台っていうほどの高い山じゃないんだけど、ち
っちゃい山なんだけど、そこの周りに、まあ、桜の木がいっぱいあったら、まあ、桜は今はもちろん咲いてませんけどもね、19日の朝10時から、まあ、昼ぐらいまでやるんじゃないかな、ね、まあ、やります。それで、ミニトマさんと、ね、コンサートもやっぱり行ってこられたということでね、徐々に始まってきましたね。まあ、この格好で、うん、まあ、無理のない状態で、やっていけばいいよな。ね。まあ、この舞台の仕事をしてる中では、私なんかまあ、運のいい方でね、本当に、まあ、それはオカリナをやってたから、よかったんだろうけど、まあ、ね、普通の舞台人だったら、本当もう仕事が全くないわけだから、本当に、ね。まあ、恵まれてるな、と。ね。まあ、そういうところで、コンサートみたいなことを毎日毎日毎日できてるんだね。それはもう感謝して、そして YouTube の方も充実させてっていうことで、最近動いてます。で、YouTube の、まあ、最も中心になるネタが、網走こそになりますね。網走こその方で、いつもやってる様子をね、動画で撮って YouTube に、まあ、アップしてるんだけどね。まあ、見てくれる数はわずかなんですよ。一般的な YouTube の YouTuber から見るとね、ごく本当ニッチなその、領域に向けて私は発信してるんだろうなっていう感じはします。まあ、それでもね、まあ、要はチャンネル登録者数が1000人になれば YouTuber としての最低限の資格が得られるということでね、それ向けて、まあ、じわ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 やっておって、まあ、やっぱり800、後半で、伸びたり、まあ、それ減ったり、まあ、してる状態なんだけどね。まあ、それはそれで、なんていうんですかね、告知とかお知らせしていけばいいな、ね、お願いっていうことではなくてもね、そんな、ことで毎日やってます。で、その中で結局吹奏楽器って、まあ、特にオカリナっていうのは、まあ、例えばマイクを、近くするとね、結構なあれね、ダイナミックレンジがあるわけなんだよね。だからちょっと大きな音になってしまうと、割れてしまうってことが、まあ、しょっちゅう繰り返しとったわけ。それでね、まあ、有線のマイクだったら、それは割とその幅広いから、特に問題はないんだけども、無線のシステムね、UHF 電波のやつで、普通のまあワイヤレスマイクのやつで、まあ、まあ、いわば、ま、安い機材使ってるからっていう線もあるんだけど、時々歪んでおった。で、それがね、やっぱり、ご指摘がいただくほど、ご指摘をいただくほどになって、ああ、これはいよいよもう変えなきゃいけないなと思って、まあ、ね、まあ、原因はまあそのワイヤレスシステム、なんだけど、まあ、それも工夫しながら、で結局その、送信機受信機を入れ替えて、まあ、そのついでにね、前から気になっておったそのスピーカーもね、コラム型スピーカーにして、そしたら高音がね、きれいに出るようになりまして、で歪みもなくなって、今一番いい状態、今まででね、今までで、ですよ、まあ、納得できる状態になれたよ。だから、まあ、お客様がね、言ってくれたからその気になれたっていうかね、まあ、背中を押してくれた一言だったんでね。それがね、またありがたいことにね、あの時指摘したものですが、つって、YouTube にコメントくれててね、ありがとうございますってね、その方がいたからね、いや、それはなんとかしないかんわ、と思ってね、いい加減にしちゃね、いかんわと思ってやれたんだよ、ってことでね、そんなに大きなお金をかけることもなくできたんだよね。だからまあ、その、昨日の、こその流れがすごく良かったんで、まあそんな感じで、どんなことを喋ってやってるのかなっていうことも、含めながら、この1時間埋めていこうかな、とは思ってみたんだよね、朝ね。さて、
ミルトトマトさん、もう便乗っていうわけじゃないんだけど、一番最初にね、北の国から大体やるでしょ。で、その後はね、次はね、知床城を持っていくんだわ。まあ、観光船の事故もあったりしてね。だからやっぱり、特に古蘇、網走古蘇って言ったら遠くから来てくれてるお客さん多いからね。だからまあ、タイミングがあったらまた乗ってあげてちょうだいよってね。いう意味を込めてね、知床城。はい、それでは知床城をお聞きください。はい、聞いていただきました知床旅情でした。まあ本当、年配の方にとってみればもう定番の曲ですよね。まあやっぱりね、時間とお金を持ってるのはやっぱりそのね、もうリタイア、仕事をリタイアした年代なわけで、だからまあ本当にそういう年代が中心になるんだけどね。それでね、やっぱりいつも本当に自分では本当に思うんだけど、音楽ってなくたって生きていけるじゃないですか。食事で栄養を取ったら生きていけるんだけど、実はね、私たちのやっぱり心の塩梅がどうであるかってね、それこそ随分今流行ってるうつ病とかになってしまうと、やっぱりね、死んじまったりね、するわけだからね。やっぱりその心の塩梅を良くしなきゃいけない。だから、そこら辺の栄養にはなるなと思ってんだよね。だからまあ、そう、私はもうそれ発信する方なんだから、それは自分はこう思ってんだよって言ったっていいよなってね。よく何の証があってね、何だったっけ、ね、まあまあいいけど、何の証があるっていう証明されたっていうわけではないんだけども、そういう思いでやってるんだよ、それでいいじゃないよね。でまあその賞を、そういう思いで音楽を聴いて、特に生の音なんか、ね、浴びた場合にはね、そりゃ本当にもう心は穏やかになってね、いや ならない人もいるんだよ。雑音に聞こえる人もいるみたいなね。まあ様子を見てたらだよ。なんかまあ
いや本当これね、本当にだから思うんだけど、いつもその言ってるんだけど、まあ最近はまあ私の舞台もまあ整ってきたのかもしれないけども、すごく高い確率で、最後までちゃんと聞く姿勢で聞いてくれてるってね、でもね、聞くのも能力なんだよね。それこそ子供さんなんかはね、本当にもう5分もしたらもうガチャガチャガチャしだすからね、もう無理なんだよね、その落ち着いておとなしくせって言ったってね。まあそれはまあしょうがないことで、だからそうなってくると、いやその子供さんの中にもね、ちゃんと聞く子もいるわけさ。だからやっぱりそういうのはね、そのまあ音楽に対してのそのなんかの能力があるなってことなんだよね。だからいや音楽に対しての能力がなきゃいけないっていう話じゃない、ね、まあ、そういう個性があるなっていうことだからね。だからまあ自分の能力に合う環境で生きていけばいいってね、音楽の会場で落ち着かない子供は、違う環境で遊ばしてやったらいいなっていうだけの話であってね。まあそれにしても、まあ、毎日、網走湖畔のロビーを使わせていただいてやってる、田村正賀翔が、すごく手応えのある感じでやれてんだよっていうことで、ね、お礼を申し上げておきます、ね。お礼をつだってもざっくり世間にお礼しかないけどね。さて知床遊路上やったらね、なんていうの、昨日はこれやったんだよね、もう一つ北海道の、歌があるんだよということでね、そうそうそう、銀色の道ね、銀色の道がその紋別のその内陸の鴻舞鉱山の冬の様子だって。私はね、その銀色の道はね、あれ誰だったかな、どっかのその、そうそうそう、歌声喫茶を復活しようつって活動してるその増永さんの手伝いした時にやってた、ああいい曲だよなと思って、まあもちろん聞いたことある曲なんだけど、へえと思ってね、それで覚えた曲なんだけど、それをまあピアノ伴奏を作ってお金でやってるんでね、やってた。これ面白いと思い出すのは、その紋別のその何だったっけ、寿大学っていうのがあって、まあそこの特別講義じゃないんだよね、私の場合はね、まあコンサートやらせてもらった時に、まあなんかいいタイミングでね、最後に銀色の道やったら、それすげえ受けて、ね、さすがだねって、いい選曲だねって。で私それ全然知らなかったんでね、銀色の道が紋別にゆかりがあるなんてことも全く知らずに、いやまあ本当に、まあそういうことがあってね、そうだったんだ、そしたらそれをなんかおしゃべりでも入れればね、効果的だったのにな、まあ、知らずにやってんだから幸せなもんだけどね、まあそういうわけで、銀色の道を、やりました。じゃあ昨日の録音から銀色の道聞いてください。Thank you.
はい、聴いていただきました。銀色の道。名曲だよね、本当にね。それで今、聴いてて、ふと、あ、そういや、いつも、実はピアノからやってんだよね、そういえばな。忘れてました。まあまあいいんだけど、ピアノをお尻の方で書きますかね。最初にね、喋りかけるのは、生の音を聞いてね、ね、聞くのはすごく心の栄養になるよっていうことと、ね、まあ昔テレビで見た、ね、ビニールハウスで農家の方がモーツァルトをかけとったら、トマトが随分元気だった。トマトだったかイチゴだったかちょっと忘れたけど、まあ、そうだった。へえと思って。で、それを持ってきて、私らにも何かの影響があるよ、ね。それでね、まあ、まあ、面白おかしく言うのに、ね、この音楽聴いていいなと思ってくれた お客様は、ね、ウイルスにかかったとしても鼻水ぐらいで終わりますから、つってね、そうやって言ってんだけどね、まあ、笑して済ましてくれてるってね、お前ちょっと証明してみろって言われたら困っちゃうんだけどね、本当に。まあ、そのぐらいの気持ちで音楽を聴くのはいいんじゃないかってね。だから最初、モーツァルトを弾いて、まあ、せっかくグランドピアノがあるんだからね、やります。それでまあ、いつもね、その、20時からね、まあいろんな時間帯で試してみた、10年間ね、試してみた。6時半からやってた時もあるし、6時半っていうのはまあ、ほとんどの人が食事中で、誰も来ない。まあ、結局はその20時ぐらいから始まるのが一番まあ、良さそうな感じで、まあ20時でもね、まだ早いぐらいなんでね、まあ、宿泊だからね、まあまあ、まあそれでもいいです。かなりまあいい塩梅じゃないかな。ほんで、1時間以上やってる時期もあった、ね。だけども、1時間以上だとね、それは目的で来てる人にはいいんだけど、通りすがりで来てる人は、まあ、酒も飲みたいだろうし、風呂にも入りたいだろうし、ね、なまあね、そこまで縛りつけるのは、ちょっと無理があるのかな。まあ、それで20時から20時45分っていうことにして、まあ、これがなんか一番、良さそうだな。まあ、ちょっと足りねえぐらいがいいのかなって感じはしてます。10年経って、感じたっていう答えなんですけどね。ちょっともう順番、前後しますけども、一番最初にね、まあ、それでもね、そう、20時からって、まあ一応まあ告知はして、チェックインの時でもまあ告知してもらったりしてね、そのウェルカムボードもまあ今、なんだろうな、スライドショーみたいになってんでね、メインの柱のところに、映し出されてるから、まあやるんだよということなんだけど、結構早くから来てくれる人もいるんだよね。だから、20時前にもう、始まったりします。で、みんなね、20時からでしょって言って、だから、いやいや、そんなことない。あれですよ、お客様さえいたらやりますよっていうことで、やる日が多いですよね。で、だから、まあ、取れ高が1時間以上に、なる日も結構あったりしてね。まあ、YouTube のね。まあ、編集も何もしない。もう、取ったらそのままブッと上げてるからね。その、どっかで、まあ、伝えられたらな、という思いでやります。さあ、それで、最初はね、まあ、ピアノの、まあ、練習じゃないんだけど、ピアノをずっと弾いてたら、知らん間にお客様が、ポツポツと来てくれてると。そしたら、なんとなく始まるなっていう感じでやるんですけどね。まあ、最初に、弾くのが、大概この曲。まあ、とにかく最初はね、お客様を迎えてからだよ。迎える前はね、好きなことやってますけどね。まあそうそう、まず、毎日その2台のピアノを調律するんだよね。やっぱり生ものだよね。じゃあ、厳密に言ったらもう一曲弾いたらね、なんか感覚狂ってるわ、本当に。まあ、面白いもんで。多くの弦が音がね、3本の弦で作ってんだけど、それがね、3本揃って高くなったり低くなったりすることがあるんだよね。これはなんだろうね、まあフレームの温度による膨張とか、ね、鋳物のフレーム、すっげえがっちりしたフレームで、糸っていうかね、ピアノ線を止めてるわけだから、まあ、ものすごく、まあ、重たいわけだけどね、まあ、がっちりしてるんだけど、まあ、それでも、まあ、金属っていうのは、やっぱり、
熱膨張がすごく起きやすい、素材だからね。だからそれはまあしょうがないんだ。それにしても全体がそうなるならいいけども、ある音だけが、3本手つないで、低かったり高かったりするのは何だろう。もうどう考えてもわかんない、ね。まあまあいいんだけど、まあそんなことが毎日あるんだよっていうことでね、一番最初に、気持ちを戻してもらって、モーツァルトのケッヘル311、ソナタの2楽章。これがまたいいんだよね。そのケッヘルおじさんが整理してケッヘル番号っていうのがついたらしいんだよね。あまりにも膨大ななんか作品が残っててね。それでだからモーツァルトはそんなこと知ったことじゃないわけで、勝手に曲書いてタイトルなんかも全然ついてない。まあ時々ついてんだろうけどね。まあそんな感じで、まあみんなそうですよ、昔の作曲家っていうのはね。何番何番っていうぐらいね。ね、忙しかったんだろうね。なんちゅうか、作る方にね。まあいいんだけど、311の二楽章を聴いてください。
はい、大体いつもね、これでお客様を迎えてんだよね。まあだけどね、そのうわモーツァルトだっていう人がいるわけないんだよね。まあたまにそうかなっていう人はいるけども、まあね、だからまあちょっと言い訳っぽくなりますけど、まあビタミン剤だと思って聞いてくださいとね。でその始まるらまあ挨拶して、45分までやりますからまあ、聞いてくださいと、いうわけでね、聞いてね、本当それこそいいなと思えたお客様は、ね、自律神経が整って免疫もしっかり働くようになってくれますよってね、私はそう信じてますからっていうことで、持っていくんだけどね、あとは、大体その2曲あと2曲やってでピアノをやって、それからオカリナに移っていくね、だからまあ今日はその順番でかけちゃおうかな。まあ先にオカリナやっちゃったけどね、パッヘルベルのカノン、ジョージ・ウィンストンのアレンジをパクりました。はい、聞いていただきましたね、ジョージ・ウィンストンの、まあ、アレンジがかっこいいよね。本当にもう最初聞いた時もびっくりしました私ね。なんだよこれはと思って、それでまあ耳コピーでね、やって撮っちゃいましたけどね。
一番最後にね、単音のトリルっていうのかな、これトリルって言っていいのかな、分かんないけど、まあ単音の連打があるんだけど、これがね、実はまあ本当、いや、どうなんだろうな、まあ分かんないけど、まあグランドピアノじゃないと、まあできないんだよね。アップライトのそのアクションっていうのはハンマーがバネで戻るようになってるからね。だから、その、そこまで速い連打はできないんだよね、構造的に。まあ、ただやっぱりコツはあるような気がするんだけどね、それにもまた時間かけて挑戦していきたいなと思うんだけども、ね、まあ、例えばまあ日本の住宅にね、それはあのお金に余裕ある人は結構グランドピアノ入れてるけど、グランドピアノ大きすぎるんだよね、やっぱりね、からまあ、アップライトピアノで十分なんだけど、ただそのアクションの構造がやっぱり違うから、まあ、ああいう単音連打なんかはまあアップライトでは難しいね、本当に。まあ上手になったらできるのかもしれないけどね、それは分かりません。今後挑戦はしてみますけどもね。まあそれで、このパッヘルベルのカノンは、まあいろんな、アレンジでよく聞いていてくれると思います。でその次に大体、グランドピアノの最後は、これでということで、大概この、ショパンのノクターンの、ショパンのノクターンを9の2っていうやつを弾いてるんだよね。それからオカリナに移るんです。まあこんな時間だけど、まあ聞いてください。まず、ピアノの部分です。ノクターン9の2。
はい、聞いていただきました。大体まあその、せっかくあるグランドピアノですかね、まあ私もピアノが好きですから、ピアノをまずやって、それで、まあ、席を立って、まあ、表に出るとね、それで実はあのピアノ好きでやってるんだけども、自分が、プロとしてご飯が食べられるようになったのは、この楽器なんだよってね、オカリナなんだよってね、ピアノに比べると安いし、ピアノに比べると簡単だし、それなのに、すごくお客様に届くんだね、この音色がいいんだろうな。まあ、だからそれはこれたまたまなんだけど、オカリナをやっててよかったな、本当によかったよ、オカリナをやってて。だからもしねピアノでやろうとしたらね、おそらくまあ 今で何年かな、40年ちょっとぐらい、練習してることなのかな、厳密に言ったらな、あと50年は練習しなきゃいけないよね。あの本当に思うんだよ、あの世界的なピアニストになろうと思ったらね、150年ぐらい練習しなきゃいけない楽器だと思うんだよね。いや時々天才はいるんだけどね、天才はいるんだけど、あの一般的な、まあ、音楽が好きだっていう、私にとってみりゃね、まあそういう楽器だと思う。まあオカリナは吹きゃ音が出るしね、指だけやればいいんだよね、それでオカリナに移っていくんだけど、その宗次郎さんの功績があってね、オカリナっていうのはみんな知ってるんだよね。でところがまあその毎日毎日いろんなお客様を迎えて、ちょろっと話す機会があってると、ね、まあね時々ね、オカリナあの初めて聞いたよっていう人がね結構いるんだよね。ああまだまだそんな感じなんだよなと思ってね、まあ、よかったなと思います。まあ悪運がついて、悪運とは言わないよね、まあお金に張ってよかったなっていう、ことでお金をやっていく。それで、ちょっと順番入れ替わっちゃったけど、あのね、ようこそ北海道へ、北の国から、そして知床旅情ね、それから、もう一個、実は北海道の歌だよって銀色の道なんかやったりするわけですけどね、じゃあもう一回オカリナに、戻りましょう。あそうそう、昨日久しぶりにこれやったな、あの、裸の大将、山下清さんのね、あの、面白おかしく、描いた、ドラマがありましたよね。芦屋雁之助さん、そうだよな、うん、まあまあいいけど、あのそれの、ダカーポが歌ったなら野に咲く花のように、それをやってみたいと思います。いやかけてみたいと思います。なんか一番オカリナに似合ってるような曲のような気がしますよね。ポワンとしたね、
なんか、確かね、昨日はね、これやって、まあ、最近、自分が気に入ってやってるんだけど、オカリナいいだろって、あ、いいだろうね、いいでしょってね。で、オカリナやってみたらいいよってね。それで、やってみるときに、まあ、もちろん教室でも、まあ、多分教室あると思うんだけど、ね、1分で分かるオカリナ講座やっときますわ、ってね。1分で分かる。ね。そしたらね、中にはね、メモを取ろうとしてね、いや、メモ取らなくていいからってね、覚えなくていいからって、覚えるほどのことないからってね、それで、本当に1分でざくっと説明しますね。まあ、何せね、表の指を、順番に話していけば、ドレミファソラシドはなってるわけだからね、まあ、もちろん、ちゃんと細かく、調べていけばね、シャープもフラットも、ね、音域はもっともっと広いし、いろんな曲に対応しうる楽器なんだけどね。まあ、そんなことやって身近に感じてもらったらいいです。でもね、本当に、思い出すのはね、もう5、6年、7年前でしたかね。ソファーね、カーペット、絨毯の上だからソファーが割と簡単に動くんだよね。だからソファーをグググッとその被り付きにして聞いてくれた、関西弁の男性のお客様、本当に感謝してるの。そのお客様がいたからね、オカリナを販売してみようっていうことになったわけね。だから、そしたらちょこちょこ売れるんだよね。まあ、私から買う義理なんてないんだけどね、別にね、楽器屋さんにも売ってるから、それはいいんだけど、ただね、結構音痴なんだよね。だからまあ、私はまあ、調律して使うからいいんだけど、まあ、音痴で捕まされてたらね、くじ引きみたいなもんかもね。ね、まあ、まだそんなに、要するに、まあ、認められた楽器じゃないっていうことなんだろうね。値段も安いし。だから、まあ、値段が安い。まあ、だから、おもちゃ感覚の製品として、メーカーも出してるんだろうね。まあ、私もね、その販売するにあたって、いろいろ安いものも何回も仕入れてみたんだけど、まあ、どうにもならないのいっぱいあるもんね。調律するだって限界があるからね。本当に。まあ、簡単に言うと、物理的に、すべての穴を押さえると最低音が出るんだけど、最低音がその、まあ、ラの音じゃないとダメなんだけど、そのラじゃない、それを低い場合はいいんだ。穴を開ければいいからね。微妙に低い場合がいい。あんまり低くても困るけどね。まあ、中にはね、低すぎて、普通最低音がラなんだけど、穴を1個増やして、ソまで出るオカリナがあったんだよね。いやー、その不良品はもうものすごく良かったんだけどね。それがね、あれどこだったかな、なんかの公開講座、あ、門別だよ。門別の公開講座の、もう、しかも初日。オカリナはね、陶器だからね。こうやってストラップつけてないと落ちるよって見せたら、ストラップの紐がほどけて、コッパみじりになっちゃったね。そんなことがあってね。いやいやいや、まあ、それはもう、なんつうかな、出し物としてはすごいインパクトがあったみたいでね。強烈な印象が、残ってたみたいでね。まあ、そんなこともありましたね。まあ、何個か割りました。本当に実際ね。さて、まあ、やっぱりね、このラジオの1時間じゃね、全部はかけられないよね。これぐらいいけるかな。やっぱりね、コンドルは飛んでくって、やっぱりね、オカリナに似合ってるんだよね。これね、ちょっとね、その気になって、ちょっと調べてみたんだよね。まあ、ぼやっとは聞いてたんだけど、まあ自分のイメージとしては、南米のその、なんつうの、マチュピチュあたりでね、ああいうところでね、生まれててほしいなっていうのはあったんだけど、どうもね、なんかイタリア人がなんか、まあ、形にしたみたいだね。オカリーナっていう名前で名付けられて生まれたらしいよね。まあ本当はあらゆるその吹奏楽器ね、フルート、クラリネット、サックス、まああとトランペットなんかもそうだけど、あれみんなその管になってて、解放されてんだよね。まあ入り口と出口があるんだね。オカリナだけが出口がないんだよね。だからまあ一升瓶の口を吹いて音出してるような、まあそんな感じなんだよね。まあそれがいいんだね。だからまあ発明した人すごいよなと思って、まあいいんだけど、まあそういう、
面白い楽器です、ね、さてコンドルは飛んでいく、聴いてください。はい、聴いていただきました。やっぱりね、これはね、みんなよく知ってるよね。いい曲です。それで、まあ、あと何曲かもやって、最後にはね、まあ、ちょっと宣伝っていうことで、実は、田村正香っていうのはね、まあ、古畑任三郎の偽物ではあるんですけども、音楽家なんだよとね、実はアルバムがね、10枚出てるって、ね、これはね、音楽家としてはね、そこそこ大したもんなんだよって、もう自分で言うしかないんだけどね、まあ、そういうことを言いながらね、自分の曲を聴いてもらうようにしてます。まあ、最近はね2曲やるようにしてるんだけど、まあ、一番最初のアルバムの、夏の終わりのセレナーデ、これ井上陽水さんのね、夏の終わりの何だったかね、それ聞いた時、ああいいタイトルだってタイトル の誤調をパクりましたね。音楽はパクってないから安心してくださいね。夏の終わりのセレナーデ。Thank you.
い、聴いていただきました。夏の終わりのセレナーデ。あと一曲ね、ベーシックシーンのおぼろを最後でやってね、自分の、音楽のね、原風景、ね、途中で気がついたんだよってね、2016年、ね、まあ、ばあちゃんが、祖父が歌ってくれた唱歌とかね、童謡とか、そういった単純なものだったんだよってことで、ベーシックシーンができた。ね、それがね、なんとシリーズが、重ねて、2と3とね、できて、まあ、めでたしめでたしっていうことなんですけど、今後も続り続けると思うんだけどね。まあ、そういうわけで、時々 YouTube 見てください。そして、チャンネル登録。うわ、もう時間がない。それではまた来週。